はい、えぇ、ー、超駅太郎です。あのー、ね風雪のルフって <laughs>、私、投稿したら、なんとですね、まあ、その関係者だと思うんですよ。また、まあ具体的に言えませんけど、音声データを送ってもらって、多分、すごい近いとこからなんですよ。で、そういうものがあるので、まあそこと、例の件をね、えー、ちょっと説明したいと思いますけど、前回ね、 まあ、愛知県の、まあ、経営が、ね、K がつく会社が、まあ、インサイダーを行ったと配信しましたが、ちょっと、私が最初聞いたのとちょっと違うんですね。でも、こういうことですよって説明してくれた方がいるわけですよ。 もうそれも、あの、もう、どう聞いたってその関係者だっていう、ただそれを出せないのがね、さすがにまずいんで、うん、今の段階では出せないです。はい。情報提供に、まあ私のね、その最初の1回目のやつと私の認識が間違ってたということで訂正したいんですね。えー、前の配信では、 上場前にインサイダーを行ったと言いましたが、まあ、この会社はもう、あの、上場してるんですね。だから私は、私の認識ですよ。私の、その、私程度だと、インサイダーって言ったらなんか上場する前になんか株を釣り上げどうこうっていうことだと思ったんだけど、そうじゃなくって、まあ、だから、あの、お前何言ってんだって話になったと思うんですけど、えまあ、この会社は歴史とした当初なんとかでね、のまあ、わかりますけどの、で、上場をしている会社なんですよ。 ああ、あそうなんだ、つってね。もう、それで終わりって話じゃなくて。じゃあ、あの、上場前のインサイダーではなくて、IR って言うらしいですよ。情報公開前のインサイダーということなんです。ただ、これが、<laughs> あの、私は思ったんですけど、ね。えー、これ、じゃあ、上場企業だから、その、風雪のルフってすごいこだわりますけど、もし、それで株価がどうのこうの変わっ 混乱したら、おあの、まあ、要はお前のせいだって言うわけでしょじゃあのね、あの、法律の私専門家じゃないんだけど、私こうしていろいろこの事件だと法律っていうことをやってるときに、やっぱり法律の元々の趣旨っていうのは何かって言ったら、もうあの、元々は殴ってはいけない、殺してはいけません、取ってはいけません。そういうことをするとこういう罰がありますよっていうことなわけじゃないですか。 だから、株価が普通にね、あの、上場したからどうのこうの、上場企業が株価が上がる、下がるっていうのは、業績の問題であって、頑張ってれば業、あの株価が上がる。ダメなら下がるっていうのが本来じゃないんですか本来じゃないですかだけども、違う要因でどうのこうのっていうことがなるっていうのは、本来ではないけど、そういった要因で上げ下げがしているっていうことじゃないですか。 なので、本当は私がそんなこと言ったことぐらいでどうこうなる。それじゃあ上場企業に対して悪口っていうか、あの、何も言えなくなっちゃうってことでしょそれ。株価が下がるから言うんじゃねえって。おかしいじゃん、それ。この社長の経営者の役員の人たちの私生活やあり方や振る舞いがおかしいって。 だって株を皆さんから一般から募ってやってるわけだから言われてしょ当然でしょでもそれが言われたから株価がどうこうするから言うんじゃねえっていうのはなんか本末戦闘のような気がします。まあちょっと本題に戻りますね。はい。あの、これは、あの、まあ言ったら情報公開前のインサイダーってどういうことかっていうと、えー、上場会社の関係者とかがですね、職務や地位により得た投資者の 投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、要は自分とこの株を、あの、売ったり買ったりするのはダメですよっていうことだ。そりゃそうだよね。だってなんか新しい契約ができるとか新しい開発ができるっていうことが自分たちが分かってて、なんか知り合いに売るっていうのは、それはずるいですよね。そんなんなったらみんな欲しいもんね。そうなる ね空飛ぶ車ができますとか言っても、絶対売れるじゃんっていうようなことじゃないんですかねまあ、いわゆるこの上場会社においては会社にとって有益な情報は速やかに、ね、公開しないといけませんとなってるんですがところが、今回ね、この K という会社は、どうやらね、この調べていくとね、あの、これ全部教えてくれてる人もいるんですよ。ういう事例です、この会社はっていうのが、あのー、再生エネルギー需要で、あのー、 うんうん、すごいね。A という。うん、A というね。<laughs> ま、誰もが、私も毎日来てますね。そこの、あの、宅配関係の国際企業、ね、宅配じゃないな。流通っていうのが。うん、契約をしたんですよ、うん。契約ができてるんですね。その事実を公開し,しないで、こん、そう、本当は言わないといけないのを、言わないといけないですよね、これ。言わなくても、黙ってていいっていうわけじゃないですよね。 えー、それを言うあの、あの、公開するどころか、公開すれば株が上がるよと。めっちゃ上がるよと。今のうちにうちの株を買ってくれって言って、この、Y 社長自らね、今年の5月に、あの、一般投資家や既存の株主に売りまくったという話なんです。で、ここ、売りまくったってもう、実際の、その、投資家さんとか、 会社社長さんの名前が出てるんですよ。私はこれはさすがにご迷惑になると言えないんですけど、もう具体的な名前が出てるんですよ。はい。で、その複数の投資家さんから何十億も出させた後、それに対して、まあ、返答してないっていうことなんですよね。で、ここがやっぱりこれ表に出るとやっぱり嫌じゃないですか。だからあんまり言わない人もいるんだけど、 これはちょっとおかしいよねっていう、だけどその周りの人たちから実際こう、こう、もう具体的な誰それさんがいくら、何億円、何十億っていう話も出てるんですよ。ただ、そこは私は同意を取ってないんで、その人たちに連絡先がな,ないんで、こういうことを言うと、いや、実は私はそうなんですって言っていただけるかもしれないんだけど、具体的な名前が出てて、そこを返している人たちも間違いないですよっていう話なんですね。 まあ、ここの会社は飲食店じ事業を軸に今までやってきたんですが、このコロナ禍の影響もあって、まあ、最近はですね、再生エネルギーに、そういった事業にシフトしたみたいなんですね。まあ、まあ、どっちにしたって、これって良くないことですよね。普通にダメなんですよ。ね。だから私がこの風雪のルフする、 のとか、日じゃないんじゃないですか私が、この適当に言ってるようなことの日じゃないと思うんですけど、私が逮捕なのこれまずいんじゃないですかそれっていけないことですよね。だったら先に俺に行ってきて欲しかった。借金してでも買ったのに。えっていうぐらいが、<laughs> 先に俺に行ってよっていう感じって思いませんそんなんだったら。ねねこの、こっからなんですよ。この、この Y 社長は、どうやら、まあ、従業員なのかなんかこの子買いの、 若い衆なのか。まあ、まあ、この名前も出てるんですよ、実は。もう分かってるんですよ。特定の人なんですけど、まあ、いろいろね、資金調達を共用して、このノルマが達成できないと、殴る蹴るの、まさにビッグモーター状態。まあ、ビッグモーターよりひどいですね。ビッグモーター殴る蹴るないんでね。うん、まあ、まさにビッグなモーター状態な感じで、この金集めを共用していたと。ね ここなんですよ。具体的にこういう発言がですよね。あげくにね。この会社っていうのが、もうこれ会社の関係をわかるんですよ。その会社に屋上があって、ここから飛び降りろみたいなことをね。なんか言っちゃってるっていう話もあるんですけど、こういうような話も出てる。いや、これ違ったらどうするんだって。いや、違って、違ったら、ええーね、いや、だからまあ、出るとこ出た方がわかりやすいじゃないですか。っていうのは、だってこれはもう別次元ですよね。 はい。私、ふざけて言ってますけど、これ、まずいですよね。なんか、これって、言うのは、よく、子供の、子供の、あの、虐待とかで、あの、疑いがあったら、あの、疑いがあったら、報告、通報してください。間違ってても構いません。ねうん。そういう気持ちです。間違ってたら、俺が怒られればいいんだけど、ね、もしこんな殴るケるがいつもされてるんなら、大人でも嫌じゃないですか。 ねもし、こんなことしてないと。いやいや、違うと。うん。なんか、顔じゃないところが、なんか、ボコボコにやられてるって話。なんか、具体的に聞いてるんで。それはまずいでしょうと。やめさせてあげたい。ねそういう気持ちで。もし、間違って、いるなら、うん、よかったじゃないですか。そんなんだったら。っていうような話なんですね。うん。もうね、こんなことが。ねで、まあ、なんか、言うと、そこで、なんか、あのー、 反社の名前が出てきたり、実,実はわからないですよ。ね、俺はどこどこの関係だみたいな。でもね、この話ってね、結構ね、多いんですよ。皆さんね、この反社と付き合っちゃいけません。ヤクザがダメだって言うけど、なんか、その、具体的には言いませんよ。そういったような、なんか、あの、不良がかった経営者とか、その、飲食店関係さんとか、 建築業界の中でも、なんかその飲んだ席とかで、いや、俺は何々、どこそこ組とか何々かと関係あるんだって言っちゃってる人っていうその話結構あるんですよね。いや、いや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 このご時世にと思うんだけど、これ一回、一個や二個じゃないですよ。あっちこっちそういう話が聞く、聞けるんですよ。ね、実際そうなったら違うって言うんでしょうけど、でも、その、 下請けさんだとか、ね、協力会社だとか、従業員だとかっていう人は、そういうこと聞くと、やばいじゃんってなっちゃうんですよね。だから違うと思うけど、違っても、でも、今までの判例上、本当に組員ではなくても、組関係者じゃなくても、あるところの一定の組の名前を使った時点で、これは、 ダメだよという判例が出ているんで、気をつけて、気をつけて名前を使っていただきたいよな昔だったらそんな名前出したらそこの当該の組がバーンと来て、ね、むちゃくちゃになるんだけど、そういうこともできないので、なんかわざと使ってるんじゃないかって、うん。ね、めくれなきゃいいやみたいな、なんか脅しの文言で使ってるってことはちょっと卑劣卑怯だと思いますね。まあ、ここなんですよ。それにしても、これが話半分。 話半分であっても、上場会社の社長がやっていい振る舞いではないですよね。で、まあ、あのー、それで調べていくと、えー、過去にいろんなことが出てくるわけですよね。だって、ここはわかるまあ、あの、 福島の方でこんな事業をやっていたとかね、ね。もうこれでわかる人がわかると思いますよ。除染事業に絡むことでって、いい話は出てこないんですね。やっぱり調べていくと。ね。私ももうこんなとっかかりでやっちゃって、なんかお前は捕まるぞって言われちゃったから、捕まりたくないんでね。やっぱり私も。ね。ビビりなんで、いろいろ調べるじゃないですか。理論武装をして、こんなことになっちゃいけないって言って、あらら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 ら。ねえ。 出てきちゃったなって話で、いや、どうしてもこれが本当だっていうことであるならね、直接私のツイッター DM でね、えー、あの、これこれこういうものですが、この件についてっていうふうにね、 えー、いただければお話、私が見て、あこの人なら喋ってもいいなってことならお話をしますけど、私もいちいちね、全部ね、あの、いただいた情報ペラペラ喋るわけにはいかないんで、それなりの根拠があればお話ししたいと思いますん、ね、で、もしあれだったら TwitterDM の方によろしくお願いします。これはね、あのー、俺太郎の方のメール、会社のメールは、つい、超駅太郎の TwitterDM にいただければ、えー、ね、サブチャンネルでやってるんでメインとは関係ないんでね。はい、よろしくお願いします。以上です。